第二次大戦後、ドイツは東西に分断され、両国民はお互いを敵として生きることになった。1967年、人類は月面で異星起源種ベータと接触。人類は冷戦のただ中、ベータとの生存をかけた戦いに突入することになった。果てのない絶望だけ残された戦いに生き、お待ちかねの狩りの時間だ。これより国家人民第666戦術機中隊はレーザーヤークトを開始する。ベータの靴どもに容赦なく縛れてスマーケンを下してやれ。了解。それでも俺は君を守りたい、そう思ったんだ。